10月22日日曜日19時30分から NHKBS プレミアムで放送の新 BS 日本の歌コラボレーションスペシャルに石川ひとみ、香西かおり、福田こうへい、パク・ジュニオン、松坂優輝、新浜レオンらが出演する。パク・ジュニオン&松坂優輝&新浜レオンが歌とダンスでジュリー名曲に挑戦。香西かおり&福田こうへいは得意の民謡披露。石川ひとみは名曲待ち伏せ&若手男子と共演。三船和子、水森かおりのオリジナルヒット曲も披露する。渡辺アナによる見どころ紹介。今回は愛知県稲沢市から。日本の歌謡史に残る名曲の魅力をお伝えする名曲の輝きは、愛知県出身の石川ひとみさんがゲストです。今年歌手生活45周年を迎えた石川さんの軌跡をたどるとっておきのトークとともに、 NHK 紅白歌合戦でも歌った待ち伏せを披露。石川さんが歌い始めて40年以上が経ちますが、色褪せませんね。キラキラした歌声は唯一無二です。会場の皆さんからの声援に手を振りながら歌う石川さんがとにかく楽しそうで、私たちを幸せな気持ちにしてくれます。それにしても待ち伏せの歌詞に改めて注目してみると、女性の執念を感じませんか？ただ石川さんが明るく爽やかに歌い、エレガントかつキュートな雰囲気があるからこそ、その執念さえも魅力的に感じられるのでしょうね。さて余談ですが、石川さんと私の2人で収録をしている途中、実はコメントがスムーズに出てこず NG を出してしまった私。 NHK の歌番組レッツゴーヤングで司会をしていた時、私も同じようなことがあったな、大丈夫と慰めてくださったこと一生忘れません。スペシャルステージは題して百花繚乱、魅惑のコラボレーション。香西かおりさん、福田こうへいさんによる民謡と和楽器とのコラボなど、見どころが満載のステージで会場を賑わせるのが若手男子スペシャルです。パク・ジュニョンさん、松坂優輝さん、新浜レオンさんが見せてくれます。新BS 日本の歌でこんなに汗をかくなんて想像もしていなかったと松坂さんは本音をこおり。それもそのはず、新浜さんに注目ポイントを聞くと、今回のステージは振り付けが凝っていて、ドキドキしながらトライした。歌や衣装も含めて3人ならではのエネルギッシュなステージを楽しんでほしいと話します。肩で息をするほどの全力パフォーマンスは瞬き禁止です。吐息混じりのあーで魅惑の世界へ誘う沢田研二さんの勝手に仕上がれで幕を開ける4曲コラボ。蒼井輝彦さんのあなただけをで飛び出す嘆きすに続いて、パクさんのノリの良さやコミカルな動きが印象的なソルティシュガーの走れ光太郎、締めくくりはザ・アルフィーの星空のディスタンス。3人渾身のエアギターで会場のボルテージは最高潮です。私が司会を担当して約1年半、この盛り上がり方は初体験でした。そんな若手男子のステージを見て、私もコラボしたくなっちゃったと石川さんが登場。パクさん、新浜さんと一緒に夢で会えたらを披露します。石川さんの透き通る歌声に心洗われました。非しびれ音と新浜さんも感無量の新 BS 日本の歌、どうぞお楽しみに。新 BS 日本の歌は日本人の心に深く残る歌の数々、多くの人々の支持を集め長年親しまれている日本のスタンダードナンバーとも言うべき名曲を紹介する音楽番組です。新 BS 日本の歌、
放送 NHK BS プレミアム日時10月22日日曜日19時30分21時出演朝花美穂石川ひとみ香西香里新浜レオンパクジュニョン福田光平藤原博史松坂優希水森香里三船和子沢田誠十郎田辺三恵福田大輔佐藤ひとし BS 日本の歌楽団司会渡辺健太関連リンク NHK 新 BS 日本の歌オフィシャルサイト